井上宗哲さん、よろしくお願いします。皆さんご苦労さんです。いよいよ会期末まであと2週間余り、これからの一日一日にこの国の民主にかかってます。この国の未来がかかってます。立憲主義がかかってます。皆さん、今日野党を7党会派の党首会談を行って、これからも地方公聴会をはじめとした徹底審議、そして河野統幕長の国会召集を求めることで一致をいたしました。そして皆さん、政府案の強硬な採決を許さないためにあらゆる力を尽くすということでも一致をいたしました。皆さん、与党は来週15日に中央公聴会を開くことを野党の反対を押し切って強行いたしました。しかし皆さん、地方の声も聞かないのか、地方公聴会を潰すのか、厳しい批判の声が上がる中で、今日与党から16日の地方公聴会の開催が提案をされ、横浜で行うことを16日議決をいたしました。彼らのスケジュールを国民の皆さんが追い込む中で、一つ一つこうやって崩してきてるんです。そして皆さん、この1週間の動きを見ても、この法案は廃案しかないということ、本当に浮き彫りになりました。9日の水曜日の一般審議の時に、中谷大臣の答弁中に、野党席からなぜか拍手が起きました。いい答弁したかじゃないんですね。ついに参議院の委員会の審議の中断が100回目を記録したんです。怒りと本当に呆れた、そういう思いの拍手でありました。法案の根幹部分で答弁が2点3点をして、新しい問題が次々参議院で現れて、まともな答弁できないんです。こんな法案通ったって皆さん言ってないじゃありませんか。そして皆さん、15日の中央公聴会の公示人の締め切りが今日12時にありました。95人の皆さんが公募されました。過去10年間あの教育教育の時の公示人の応募が17人でしたから、ダントツに過去最高と、皆さん95人全員が反対の立場であります。男性の立場で国会で物を言える人がいない、もう世論も決着ついてるじゃありませんか。そして皆さん、この間この間、憲法学者や弁護士会、歴代の法制局長官がいくら意見としても、政府与党は憲法の番人は最高裁だからといって耳貸さなかった。そしたらついに今度は元最高裁長官の山口さんまで、この法案は違憲だとはっきり表明したじゃありませんか。この点でも皆さん本当に明らかになっております。そして私ども日本共産党が、あの河野統幕次長が実は去年の12月総選挙の直後にアメリカに行って、米軍の幹部にこの法案は夏までに通る、こういうことを約束していた私たちは内部文書を明らかにいたしました。皆さん、防衛省は同一のものはなかったと言いましたけども、昨日統幕長自身が記者会見をして、同じ題名のものはありますと認めたじゃありませんか。皆さん、こんな国会も国民も無視をした自衛隊の暴走を許してはなりません。そしてアメリカと一緒になって世界どこでも出かけて戦争をするような、そのための法案を許してはなりません。本当に今からの一日一日に勝負かかってます。皆さんと力を合わせて何としても敗に追い込みたい。今与党や与党官邸は来週の18日までに成立させようと焦ってます。
なぜか政府の高官がマスコミでも言ってますね、19日以降になったら国会にたくさんの人が押し寄せて、その中で採決がとってもできない、それだけ皆さんを恐れてるんです。だからもう平日から国会大包囲をして、彼らを羽交い締めにして立ち往生させて、何としてもこの法案を廃案にご一緒に追い込むだけになります。ありがとうございます。